ヨガナクサケギナの予告し。ほっ。頼むから、お前はちっとの間そこらで待っててくんね。お、断ったかな。今夜はほんの小漬け取りだな。そのつもりでいてくれよ。それじゃあ行くからな。
安は腰をそろりと開け、ごめんくださいまし。はい、どなた？構わずにお入りなさい。へ、まっぴらごめんなせやし。へへへ、ご神祖さん、この間大きにご厄介になりやして、ありがとうございましたと言えば、こなたは主のおとみ。おや、誰かと思ったらお前さん、いつぞやのお方だね。ええ、また少々おねぎがって参りやした。なんですね、こないだも私があんなにしてあげたじゃないか。今日はまあお断りだね。おっしゃる通り、もう来られた義理じゃねえんでございますがね、今夜はね、足じゃねえんで、私じゃねえんでございますよ。実はね、友達の野郎が仲間喧嘩をおっぱじめましてね、面から体中へめっぽう大きな傷をこしれてしまいまして、それで仲間の奴らが寄り集まって、まあ同時にでもやろうということになってでございますが、どうしてどうして、あっちどもの磁力じゃどうすることもできゃしませんやね。そんでまあご近所を少々ずつわらじ線をお願い申しているようなわけで、今その野郎を呼びますので、ちょっとお待ちなすってくださいまし。兄や、ささこっちへ入りや。ご神祖さん、この野郎でごぜやす。面に傷がございますので、かぶり物はご勘弁を願います。おう、俺からご神祖さんにお願い申したから、おめえからもよーくお願い申すがいいやな。何分お願い申しやす。挨拶すれば。おや、何のことかと思ったら、またそのことでござんすか。せっかくのおいでだが、私にも曹操はしにくいから、今日はまあお断りもしますよ。なんですね、ご神蔵、お前さんのようにそうおっしゃっちゃ二の矢が告げねえじゃござんせんか。この家が天秤棒を肩にかけしがねえ暮らしをしているところなら、てんでこんなことは申しはいたしませんよ。まあご神祖さんなんざ年から年中お買い子ぐるみ、寄せやしべへ行こうより他に仕事といっちゃ、鉄瓶の蓋をちんちん言わせながら小本を読むのがいい式で、まあ結構なご身分だ。どうにかしてお食んなせやし。わざとあたりへ聞こえがし、かなりたったるこわおもて、たまたま居合わすおとみの旦那のお店の手代藤八、あまりのことと聞きかねて、もしそこなお人最前から黙って聞いていれば、相手は女の方だと思って何を言うのだい。それにわらじ線が欲しいなら、なぜ男の私に言いなさらない。まあ待ちなさい、そのわらじ線とやらを私が扱ってあげようじゃないか。え、それじゃあ なんでございますか。旦那が送んなさる、さようでございますか。ありがとうございます。もし旦那わらじ線に送んなすったな、こりゃ百戦
起き上がれ。手の男が二人も花を揃えてやってきたんだ。手足を巻き込ましても、一貫や二貫の値打ちはあら、おい親父。百ばかりの根腐れ金を出しやがって、欲しけりゃてめえにくれてやら。てめえなんか出る幕じゃねえ。毒蔵の隅へ引っ込んで、鼻の穴に指でも突っ込んで、かき回してるベラボメ。おう、見損ねやがって、こう盛りやすとは俺のことだ。あんまり人を馬鹿にするねえ、土原木。まごまごしてると、足っぽでへし折るぞ。こりゃえろ、怖くなってきた。怖や怖や、こんなところに長いは恐れ、どれ、おとみはん、おいとまとねずきまい。慌てて奥へ蹴り込んで、柱でこっくりこ、あいたちこ、ひたへ押さえて勝手より、せったかかしに、たびかたしよ。はい。近所へ聞こえても薄格好が悪いじゃないかね。さあこれでも持って早く帰っておくれ。紙にひねって投げやれば、やすは灰よりちょっと取り。へへへ、こりゃありがとうごぜえやす。ああ、いつもいつも、どうも。ええ、これだから、おかみさんじゃなくちゃいけねえって言うんだ。なあに、さすがにおかみさんは苦労人だ。どうで、一目なすったぜ。ありがてえじゃねえか。さあさあ、よく俺を申してな、帰ろうじゃねえか。おう、やす。てめえ、それでよけりゃ、先へ帰んねえ。おう、何言ってやがる。だからさっきも俺が言ったろ、今夜は小漬け取りだ。このご時節、わらじ船に一部送んなさりゃ、同じじゃねえか。さあ、そんなことを言わねえで、早く、ゲロ。ゲロ。だからよ、それでよけりゃ、先へ帰れということよ。まだそんなことを言ってやら、いいか？てめえは初めてだろうが、この家じゃたびたびこうして五百景になって、いやばこちら様は お得意様も同然じゃねえか。さあ、ゲロじゃねえか。ゲロよ。じゃあ何か？てめえ一部じゃどうしても不足だと言うんだな。そらな、一部もらってありがとうございますと礼を言って帰るところもありゃ、また百両百貫もらっても黙って帰れねえところもあら、この家のあれざれ釜の下の灰までも俺がものだ。ま、掛け合いは俺がするから、てめえちょっとの間待っててくんねえ。固定層に巻き出しやがったな。
てめえ何か見かけた山でもあるというのかよ。まあいいからよ、俺に任せてその一部はそちら様へ返してしめねえ。なんだと？この一部を返す？そうよ。返すことは返すが、これをダマなしにしてくれたんじゃ困るんだぜ。大丈夫ってことよ。てめえな、それを返してそこで一服やって待っててくんねえ。それじゃあ一服やって待ってるが、てめえ本当にいいってことよ。なんだかさっぱりわけがわかんねえや。もしご神祖さんへ、おかみさんへ、おとみさんへ、いやさおとみと、の久しぶりどうの、馴染みでもないこなさんが私をおとみと言いなさるわ。お主は俺を見忘れたか、与三郎だ。いやいや、本にお前は与三さん。命の綱の切れたのをどう取り留めてか木更津から巡る月日も見通せ越し、江戸の親にも感動を受け、よんどころなく鎌倉の八つ七号は食い詰めても面に受けたる看板の傷がもっけの精鋭に、切られの良さと異名を取り、おしっかりゆすりをなろうより、慣れた地での原野だな。その白化けの黒塀に、格子作りの囲い物、死んだと思ったおとみだ、お釈迦様でも気がつくめよ。よくもてめえは流れて、達者でいてくれたの。こうなったのも、誰のためだ。なあ、やす。これじゃあ一部じゃけれめ。おー、なるほどなるほど。てめえもこの女のためには面に三筋の刀傷、俺も治っての小盛りやす、三筋には小盛りがつきもんだ。おう、よさ、後には俺がついてるから、しっかりやれ、しっかりやれ。この間におりゃな、
外の様子を見てくるから、あとはしっかり頼んだぜと。表おい、こさおい、だってゆく。
に。Yeah.